原子力規制庁によりますとこの震度6強の地震で定期点検中で現在停止している北海道電力泊原発1号機から3号機についてはこれまでのところ異常は見られないということです最大震度6強の地震で定期点検中現在停止中の北海道電力泊原発は1号機から3号機についてこれまでのところ異常は見られないということですまた同じく定期点検中で止まっている北海道 東北電力東北電力東通原発にも異常は見られないということです東北電力東通原発にも異常は見られないということです最大震度6強の地震が午前3時8分に発生しました1時間以上経過していますが余震と見られる強い揺れが数回観測されています先ほど4時10分にも震度3の地震が発生しました どうぞ北海道地域の方は今後の揺れにも注意してくださいそして、えー、津波の心配はないということですが若干の海面変動の恐れはあります、えー、沿岸にお住まいの方たちはあ海に近づくようなことはしないでください念のため、えー、海には近づかないで離れるようにしていてください 最大震度6強の地震が発生して1時間が経過しています、えー。北海道の各地で停電が発生しているということです。また、怪我をしているという情報も入ってきております。今後の被害の状況も心配されます。また、余震が続いていますので、この後もこの地域の方々は強い揺れ、来る恐れがありますので、十分にご注意ください。